今日の絵はこちらになります。私が住んでいる岡山県には静谷学校という岡山池田藩主によって創建された世界最古の庶民のための公立学校があります。小学生の頃に秋の遠足でバスに乗って出かけた記憶があります。こちらの静谷学校には紅葉で有名な貝の木があります。毎年地方のテレビニュースで貝の木が紅葉し始めましたというのが流れ、私たち岡山県人にとっては馴染みのある木です。黄色から赤に変化するその葉の色はとても見事です。今回描く貝の木は静谷学校のものではなく個人のお宅のものになります。お楽しみください。